皆さんこんにちは、チチトコキャンプの山健です。リンです。聖太郎です。この日は2023年7月24日平日の月曜日、子供たちとキャンプ旅出かけてきました。本来は九州まで行く計画していたんですが、車のトラブルで急遽予定変更し、車なしでも行ける島キャンプに出かけることにしました。といっても自宅から子供たちを連れてキャンプ道具の置いてある職場まではミニに頑張ってもらっております。このまま竹芝まで行ってもいいかなと思ったのですが、今回は代々木からタクシーで向かうつもりです。なかなかの大荷物、時間に余裕見て出発したんですが、タクシー乗り場あちゃこみ。なんとこの日は朝から山手線止まっていたということで、タクシーも出払っているようでした。タクシー待ちで時間ロスしてしまいましたが、急遽大江戸線で大門を目指すことに。何わかんない。そっち、セータロのその地位って書いてある。それ、これパパか。それではそっち、リンちゃんも。リンちゃん持ってか、切符忘れないでね。よーそ、やり方わかるかな。やば、あ、いや、いいかいいか、そこにピューってやるよ。ピューって、うん、そう、そこに入れてピューっていくよ。はい、リンちゃんも、はい、はい、で、あれ取るんだ、取るんだ、うん、取って、取っていいよ、リンちゃん。せーの、取って、うん、よいしょ。僕たち普段全く電車に乗らない生活をしているので、慣れないことに四苦八苦。子供たちが文句も言わずに頑張ってくれたことがせめてもの救いでした。電車乗るの5回目ぐらい。そうだよね。あ、混んでるわ。そりゃ混んでるよな。おまけに山手線の振り替乗車で電車は満員。仕事始めの月曜日にとんでもなく迷惑な客だったと思います。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。タクシーいなかったらまたここから歩かなきゃいけない。大門の駅からタクシー乗りたい気分でしたが、これは駆け足で向かわないと間に合わなそう。早めに到着してフェリー乗り場で朝ごはん食べるつもりでしたが、全くそんな時間は取れなさそうです。シャキシャキ歩いてもらいますからね。それからそのまま乗りください。どうぞ。すいません、竹芝の桟橋でどっち方面行ったらいいですか。 B2 番出口に出ます。いただきますか。今度はまっすぐ。わかりました。 B の2だって言ったらいいじゃん。よいしょ。このキャリーが重いんです。異常気象ともいえる朝の日差しが照りつける中、子供たちの足ではそこそこ距離ありましたが、なんとか乗船時間ギリギリに間に合いました。お願いします。予約番号001。お茶3枚分。はい、ありがとうございます。子供のも書いた方がいいですよね。市区町村で大丈夫なので。あ、そうですか。はい、渋谷区だけですか。すいません。どれだ、どの船だ。あ、あれだ。子供たちの荷物も担いでまさに走って乗船しました。降りよう。あ、すいません。ありがとうございます。リュック置いて足元置きね。よいしょ。ようやく荷物を下ろせましたが、まだ腰は下ろせません。飲み物もなかったので船内で購入できるのは非常にありがたかったです。ちなみに価格設定は街中の自販機と一緒くらいということで、なんとか無事に出港できそうです。危ない、危ない。危なかった。キンコポ、バイバイ。東京竹芝を出発して向かうのも同じ東京都の島々。ほら、これがリンちゃん、埋立地。娘と勉強した埋立地の成り立ちを知ると、これだけの建物並んでいること不思議そう。船内は団体の子供たちもいてほぼ満席。特に富士山が見えると子供たちも嬉しそう。荷物最小限にするために子供たちの私物に制限かけましたが、息子が持ってきたのはトランプ、娘は最近もらったデジカメ。これで19。即興で考えた1年生でもかる3枚ポーカー、遊びつつ計算の勉強。普段の移動では車に酔いやすい娘は助手席にいるので、息子はいつも後部座席に一人ぼっち。今回の旅では3人並んでこのように遊べたので、息子はとても嬉しそうにしていました。島が見えてきました。あっという間に目的地に到着です。荷物を担ぎ上げて下船します。よいしょ。どうした、大丈夫、風もない。うわ、暑い。帽子厚いかぶろうね。よいしょ。うわ、暑い。大丈夫、頑張って歩いて。よいしょ、よいしょ。ありがとうございました。よいしょ。あー、いい天気だ、素敵だね。ということで竹芝からジェット船で1時間45分最初に訪れたのがこちら。ありがとうね。伊豆大島に到着です。まずは元町港に到着しました。タクシー乗り場へ行きます。予約などしていませんでしたが、ちょうどよくタクシーが待ってくれたのでとても助かりました。乗っていいよ。すいません、お願いします。
うん、よいしょ。あ、すいません、なんか郷土資料館っていうところの近くに、ジョイカっていうあのレンタカーのなんかこうカースポットがあるみたいで、そこまでちょっと送っていただきたいんですけど。急遽今回の旅を計画したため、レンタカーはどこの会社もいっぱいでした。自動車学校なんだ。自転車、自動車学校、うん、運転免許取るための学校、うん、あ、合宿で、合宿には確かにいいですね。保育園は聞いてみたら、保育園ありますか、保育園ありますか、保育園ありますよ。伊豆大島は広いので、島全体で保育園4カ所ほどあるというお話でした。島は運転しやすいですか、やっぱり。でもまあ、うん、自分気をつけて。そうですね、レンタカーも多いので気をつけてというお言葉、胸に突き刺さります。よし、あ、すみません、大丈夫です。よいしょ、それも必要なんじゃないですか。ありがとうございます、すいません、助かりました。よいしょ、じゃあみんなありがとうして。頑張ってキャンプ。はい。じゃあこれが我々の今日の車ですわ。レンタルもカーシェアも初体験です。手に入れた車、お借りした車、どうやって使うのかな。なんか待って、ね、免許証どっかに当てるって書いてあったんだけど、免許証どこに当てる、あ、これだ。え、ここに当てる、これすごくないですか。すごっ、開いた。免許証をかざすと黄色く解除されるんですね、びっくり。荷物を詰め込んで出発です。行きましょう。ちょっとどうやって閉めたの。よし、行ってみよう。うわー、ドキドキする。逆なんだよね、ここか。早速ウインカー出そうとしてワイパー何回も動かしてしまいました。キンドパまずはカースポット出てすぐの場所にあった商店で買い出しをします。ちなみに伊豆諸島の島々、どこにもコンビニなどはないそうです。でっけえ、おすごい、これ朝ごはんを買います。あ、またサンドイッチにしよう。サンドイッチ手作りですか。そうです。おいしそう。ありがとうございます。お弁当も、お弁当、いろんなところがあったりする。ああ、そして隣にあったガソリンスタンドでガソリンの補充。僕、教習所の車と自分のミニクーパー以外運転したことないんですよ。あの、現金カード、ガソリンカード、これかな。あ、これですかね、はい、ずっと天気いいんですか。もう雨降らないですね。あ、6月は来たけど。わあ、いいね、後ろ楽しそう。車の中、お部屋みたいで楽しかったです。キャンプ場に向かう前に早速泳ぎに行きたいと思います。この辺りにプールと海があるみたい。うわ、綺麗だよ。この辺かな、プール。皇后浜遊泳場に到着です。まずは先ほどのボリュームたっぷり手作りサンドイッチをいただきます。サンドイッチすごく美味しかったです。もうちゃんと空いてる感じに、ちゃんと両手に水着に着替えてビーチへ向かいます。よいしょ、行くか。うん、すごく暑かったので海で泳げるの楽しみでした。緊張感、うん、火山の島だからやっぱ土が黒いね。ほら、すごい、なんか石がゴツゴツしてる。こちらの弘法浜遊泳場も伊豆大島の観光スポットの一つということでしたが、ちょっと波打ち際で遊ぶのが限界といった感じの波でした。うわ、気持ちいい。ペドロ、こっちおいで。今どこら辺に当たった？お尻。パパもお尻。お尻。お尻。足首とお尻。あと僕で。お尻。イエーイ。お尻。結局お尻。
また。せっかく持ってきたので魚がいないか見てみたいとシュノーケリング。しかしこれはちょっと無理そうでした。それでもめったにできない経験にとても楽しそうな2人。おもろいおもろい。浮き輪が今ないから膨らませないと。楽しいのもいいですが、水の事故大変多くなっているので、そこだけはこの旅で無理しないさせないということを意識しました。なんだよ。ということで後半へ続きます。金庫庫ね、激しかったね。行こう。こちらなんとプールもあるんです。メインの船着き場である元町港から歩いて5分の距離なので子連れにはおすすめ。まず入り口の外にある水道スペースで土を流します。伊豆大島の浜辺は砂が白くなくて真っ黒、どうやら火山の温度の違いだそうですが、とにかく黒いのでよく流さないと残っているのがとても目立ちます。プールに迷惑かけたくないので細かいところまでしっかり流しました。正直先にプールに入ることを強くお勧めします。浮き輪の空気入れも無料、そしてプールの水は海水でした。こちら海側が流れるプール、奥にはキッズプールもあり無料とは思えない設備。ウォータースライダーまであります。こちらは身長120センチから OK ということで、スライダー大好きな娘がチャレンジしましたが、遅っ、角度がないためかこの速度。監視員の方たくさんいらっしゃってとても安心して遊ばせるとこでした。これが無料なんです。すごすぎませんか。売店などはビーチにありましたが、プールに自販機しかありませんでしたので、お立ち寄りの際はお気をつけください。さて、いよいよキャンプ場へ向かおうと思います。さて行くぞ。レンタルサイクもとても人気のようでした。ほら自転車借りてやってる、ほらあのちっちゃい子のりんちゃん、これをやろうかって言ったの。自転車ほらこうやって、結構ちっちゃいりんちゃんぐらいの子がほら借りてない。ただ島をぐるりと一周するこちらの伊豆大島一周道路、距離が46キロ、ところどころアップダウンもあるので、うちの子供たちの学年だとまだ無理そうです。途中の商店立ち寄ってみましたが、陳列棚はこんな感じ。島の南西方面はほぼお店も自販機も見当たりませんでした。この島がどんどん火山が毎回爆発して、そのさっき言った灰とか炭がうわーって降ってくるでしょ。それが重なってできたのがこの層、もう何回も何回も爆発してるから、爆発するためにほら1個重なって、また1個重なって、また1個重なってって、こういう風にできたんだって。こんなのできちゃったんだよ。1万5000年の時をかけて作り上げた通称バームクーヘンと呼ばれる地層、これだけで夏休みの自由研究できそうです。この先にキャンプ場あるんですが、一旦通り越します。ナビで調べて出てきた商店に入りました。ここおしゃれなゲストハウスが経営されているようでしたが、生鮮食品などはありませんでした。そこで教えてもらったスーパーへ向かいますが、その途中こちらも伊豆大島の観光スポット、すごい予定だろ、ハブ港見晴らし台。先ほどのゲストハウスがあったエリアなど、レトロな街並みを見下ろせる素敵な場所でした。いや美しい、あっちの方は海がほら繋がってんだね。だろすごいね、いや綺麗。先ほどの見晴らし台からキャンプ場との間、クダッチという交差点にあるマルエーマートでなんとか食材購入できました。こちら品揃え豊富だったので、キャンプ場利用者の方は皆さんここを使うんじゃないかなと思います。行くぞ、陶式キャンプ場。ということでいよいよキャンプ場到着です。うわすごいすごいすごい、あーみんなキャンプしてる、うわすごい素敵な場所でできるように、清太郎陶式キャンプ場に到着です。
こちら東京都の管轄ということで、なんと利用料金は無料。駐車場もこの通り目の前なので、レンタカー組は大変便利そうです。到着したのは午後2時頃だったんですが、テントたくさん並んでいましたがほとんど不在。どうやら登山やサイクリングへ出かけていたようです。伊豆大島は大会なども開かれるサイクリストたちの聖地ということでした。準備しようかな。日差し遮るものないので、さっさとテント設営してしまおうと思います。さて今回の旅のお供に持ってきたのがこちら。今日のテントはこちら、忍者ネストです。こういう時のために購入したと言っても過言ではない。コンパクトながらタープと組み合わせれば我々3人なら余裕で寝れちゃうシェルターです。ネスト、みんな手伝って。子供たちにとっては初めての忍者シリーズの利用だったんですが、僕の動画で何度も見ていたようで、いろいろ詳しくてお手伝い積極的にやってくれました。ちなみに我が子たちはなぜか忘れてしまっていますが、短時間でも帽子かぶった方が絶対にいいです。まあ僕も帽子かぶってませんし、先にタープ立てればいいのになとか今になってめっちゃ反省しています。ただこの設営、子供たち手伝ってくれたおかげであっという間に完成したんです。いやここまで5分くらいでした。すごく早くて順調だったんですけども、すいません、スルッとペグ抜けてしまいました。ところどころ砂地のようになっていたのと、潮風時々ものすごかったので気をつけないといけなそうです。ちょっと向きを変更してちゃちゃっと立て直しました。ちなみにペグは軽量化で福前の内刀持ってきました。ちょっと荷物がねあんま持ってこえなかったから、これ切ろうと思って 7+7 は。こちらも軽量化のためクローズドセルマット1枚しか持ってこなかったので半分にカットすることにしました。14、そうだね、うん、そうすれば痛くなったけど足はリンちゃんだっていらないから、あそこに頭をやればほらどう、この足の先とかがいらなくない。確かに。はい、手段もどうぞ。手段の方が多分体全部入っちゃう。風も抜けるのでタープ下は意外と快適。保冷剤持ってきてないので氷頻繁に買うことになります。ということでお待たせしました。なかなかここまでたどり着きませんでしたが、この日の1本目いただきたいと思います。1本目。なんか101本目やちょっといい。いやー、伊豆大島陶式キャンプ場です。乾杯。乾杯。乾杯。金魚パー。子供たちと風景画を描いたり、30分ほど昼寝させてもらったり、このままやり過ごそうかなと思ったんですが、また人泳ぎしたいと、本日3回目の人泳ぎになります。みんなね、山登りしてるんだと思うよ、このテントたち。あ、素敵じゃん、ほら。素敵だ。うわ、すごい坂だ、結構きつい、ほら。キャンプ場から急な坂を下ったところに、陶式遊泳場があります。すごい。すごいじゃん。こちらもライフセーバーさんたちがいらっしゃってて管理されている印象でした。ああプールだもん、これ波ない。ここはうわ綺麗、いいな、気持ちよさそう。僕らは波の影響もないプールのような浅瀬で遊ばせてもらいました。もう冷た、メガネなくても見える、ほらすごい、ほら見てるの見えるか。この透明感すごくないですか。肉眼でも魚が丸見えです。お水がとっても綺麗で魚がたくさん泳いでいました。あ、もう何、行き止まりだ。冒険終わった。冒険終わった。石の上からジャンプするのすごく楽しかったです。僕はちょっと怖かったです。魚だけではなくカニなどいろいろな生き物を観察することができました。どうやらこの日この遊泳場でウミガメも見られたとか。楽しかったね、綺麗だ。
息子は亀が好きなので見せてやりたかったんですが、それは叶わず。まだまだ旅は続くので、またチャンスがあればいいのですが、どうでしょうか。キンコパ。さてキャンプ場へ戻ります。汚く見える。そうだよ、頑張って帰りましょう。行きは下りでスイスイでしたが、やはり戻りは坂がきつい。残念なお知らせが1個。はい。シャワーがあるんですけど、お湯出ません。それでも水のシャワーや水洗トイレ、炊事場やかまどが無料で使えて、ゴミまで捨てていけるんです。最高じゃないですか。しかも先ほどのビーチが歩いて 2,3 分です。売店はおろか自販機もなく、管理人さんもいらっしゃいませんでしたが、不便な場所にあることで利用マナーがいいのか、都民の税金が投入されているのか、詳細分かりませんが、芝生の美しい素敵なキャンプ場でした。小さいマット。シャワー浴びて着替えを済ませた子どもたちは再びお絵かきタイム。僕はニューギアの投入です。これは今回絶対に必要でした。コンパクトなスリーピングマット、ネイチャーハイクのものを購入しました。かなり薄手で破れないか不安ですが、その分とても小さくできているのに、付属の空気入れで膨らませるとなかなかの寝心地でした。やり方悪いのか、この空気入れの方法20回くらいかかるんですけど、レビュー見ると皆さんもっと簡単にやってるみたいですね。テントの後ろ、自転車キャンパーの方々戻っていらっしゃいました。話し声を聞くと学生のようでした。みんな楽しそうでした。ということで、いかがでしたでしょうか。本来だと4泊5日の今回のキャンプ旅の様子を4本ぐらいの動画にできればなと思っていたんですが、もうちょっとボリュームのある構成になってしまいそうです。それぐらい魅力的なシーン満載の旅だったんです。その4泊すべて違うキャンプ場に泊まりました。一緒にキャンプ旅をしているような感覚味わっていただけたら嬉しいですし、もし同じようにやってみたいという方の参考になればとても嬉しいです。もちろん伊豆の島々には民宿やペンションもたくさんありましたので、キャンプじゃなくてもこの大自然と景色、そして島のグルメなど楽しんでいただけるかなと思います。そんな皆様の参考に少しでもなればと、我々の旅の思い出をこれから少しずつ編集していきますので、よかったらまた次の動画でお会いできれば嬉しいです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ちっそこキャンプ、山健でした。聖太郎でした。凛でした。バイバイ。ちっそこキャンプ。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。